分にご堪能いただければと思います。明日までの2日間にわたり開催されますこの東北六本祭2014山形を通して東北そして山形の元気を全国へ発信するとともに、東北は一つ、東北はここから受け上がるという東北の活動をより一層強め、真の復興を目指してまいりますので、ご来場の皆様も一体となって祭りを大いに盛り上げていただきますようお願いを申し上げます。東北六本祭2014山形の開催にあたり、多大なる東京さんご協力をいただきました関係各に改めて厚く御礼を申し上げますとともに、ご来場の皆様には今後とも東北の復興に変わらぬご支援を賜りますようお願いを申し上げまして、復興委員会を代表しての挨拶とさせていただきます。今日は大変ありがとうございます。市長、ありがとうございました。ここで本日出席の東北六本祭実行委員会の代表を紹介させていただきます。まずは副会長よりご案内してまいります。青森市長、近内博士。続いて秋田市長、穂積元。できるかな。盛岡市長、谷藤博明。仙台市長、奥山恵美子。福島市長、小林薫。小さい関東持たせるよ。続きまして、東北六祭り並びに六市の商工会議所代表を紹介してまいります。まずは東北六本祭実行委員会実行委員長、山形県花笠協議会会長、山形商工会議所会頭、清野信明。青森ねぶた祭り実行委員会実行委員長、会議所会頭、公益社団法人青森観光コンベンション協会会長、若井圭一郎。秋田市関東会会長、藤原健一。秋田商工会議所会頭、三浦博樹。盛岡三層踊り実行委員会委員長、盛岡商工会議所会長、矢倉久美さん。仙台七夕祭り協賛会会長、仙台商工会議所会頭、鎌田博。仙台七夕祭り協賛会実行委員長、仙台商工会議所副会長、庄司正和。福島わらじ祭り実行委員会委員長、小川秀夫。福島商工会議所会頭、渡辺博美。ご紹介いたしました。それではここで開催県を代表し、山形県吉村美恵子知事よりご挨拶を頂戴いたします。吉村知事、よろしくお願いいたします。代表して心から歓迎申し上げます。さて
我が国未曾有の大災害であり、ここ特に東北地方に甚大な被害をもたらした東日本大震災の発災から早くも3年2ヶ月以上が経過いたしました。被災地のご苦労、避難生活を送られている方々のご苦労、本当に大変なものでございます。本県としましても東北の一員でありますので、県としてまた県内の35市町村全部が力を入れて救援活動やら避難していらっしゃる方々の受け入れ、そしてまた災害廃棄物の受け入れや粉飾、失礼しました、放射能のですね、そういったことの風評被害の払拭にと全力を挙げて取り組んでまいりました。しかしながら復興はまだまだ未知の幅でございます。